お姉ちゃん、明日の結婚式は私が主役よ。たかしさんは私のものになったんだから。はい？メリったら急に何を言い出すのよ。略奪よ略奪。私お姉ちゃんからたかしさんを奪ってやったの。彼はもうお姉ちゃんよりも私のことが好きなんだから。なんですって？だから明日の結婚式で彼と結婚するのはこの私。お姉ちゃんは明日の新婦にふさわしくないわ。ちょっと待ちなさい。まさかそれ本気で言っているの？結婚式の前日にこんなことありえないわ。それがありえちゃってるんだよね。私とたかしさんは本気で愛し合っているの。だから明日の結婚式は私が彼とあげるわ。そんな、どうして直前にこんなことに？悔しいだろうけど仕方ないよね。彼はもう私に夢中だもん。明日の結婚式もドレスも全部私にちょうだいね。いいけど本当に大丈夫？は？自分の心配すれば？あんたの人生の方が大丈夫って感じなんですけど。結婚式前日に妹から婚約者を奪われるなんて、私だったら恥ずかしくて生きていられないわ。それはもちろん悔しいし、すごく惨めよ。でもエリとタカシは本気で愛し合っているんでしょ？だったらもう私にはどうすることもできないし。さすが小さい頃から優秀でいい子ちゃんのお姉ちゃんね。婚約者を略奪されても冷静でほんとムカつく。っていうか逆に落ち着きすぎて気持ち悪い。え？まあでもきっと強がってるだけよね。明日の結婚式はすごく楽しみにしているわ。さすがに私たちの幸せな姿を見たら悔しくて涙も止まらないはず。大号泣用にバスタオルを持ってこいよ。話はエリから聞いたわ。一体いつからエリと付き合っていたの？まさかタカシがこんなことをする人だとは思わなかったよ。だってしょうがないだろ。母さんがエリちゃんを気に入ったんだから。なんですって？母さんが嫁にするならエリちゃんがふさわしいって言ったんだ。だから俺はその通りにしただけ。両親が喜ぶ嫁を選んで何が悪いんだよ。ちょっと待ってよ。タカシは私よりもエリを好きになったから乗り換えたんじゃないの？エリちゃんなんて全然好きじゃないよ。むしろ姉の婚約者に手を出そうとするなんて下品な女だと思ったし。そうなの？先月ぐらいにいきなりエリちゃんから連絡あったんだ。お姉ちゃんよりも私と結婚しようよって。ミカよりもずっと可愛いし若いし私の方が妻に最適だって。もちろん俺は断ろうとしたけど念のために母さんに確認したんだ。そしたら母さんがエリちゃんと結婚しなさいって。そんな理由で母親に言われたってだけで私を捨ててエリを選んだの？母さんが言うことは昔から間違いないからな。母さんが言うには女はこれぐらい積極的な方がいいんだって。そういう女はすぐに子供もできるから孫の顔も早く見れるって。それにバカ女の方が嫁教育しやすいって言うんだ。母さんがそんなに絶賛しているなら乗り換えるしかないだろう。本当にあなたって人はいつでも母親を優先するのね。デートに誘ってもいつも母さんに確認してから。だしマザコン気味なのは分かっていたけどこれほどとは思わなかったわ。マザコンで何が悪いんだ。母さんは俺を産んでくれた大切な人だぞ。両親を大切にできない人は何も大切にできないんだよ。両親思いなのはすごく素敵なことだと思うわ。でもさすがに度を超えていると思うの。なんだと？エリのことを好きなわけでもないのに母親が結婚しろって言うから乗り換えるなんておかしいわ。いや何もおかしくないね。母さんは今まで間違ったことを言ったことないんだから。それに母さんは全部俺のために言ってくれているんだ。俺のためね。ただ単に私が気に入らないから乗り換えさせただけだと思うけど。私ってタカシのお母さんに結構嫌われていたし。いくら母さんと性格や考え方も正反対だからな。それじゃどうぞエリとお幸せにね。あんなのでも私の妹だから母親と同じくらい大切にしてあげてね。ちょっとお姉ちゃん、何なのよこの結婚式は。え、なんかトラブルでも起きたの？こっちは準備もできてこれから式場に向かうつもりだったのに。トラブル以前の問題よ。何よこのダサすぎるウェディングドレスは。昭和って感じの古いデザインで肩パッドも山盛りに入っているし。あら、ちょうど着替えているところだったのね。しかもフリルだらけで全然私の好みじゃないんだけど。てか、なんでこんなにシミがついているの？白いドレスだからシミも丸見えで恥ずかしいじゃない。
そんなに怒らないであげて。そんなドレスでもお姑さんの思い出のドレスなんだから。はあ、これ姑の中古ドレスなの？なんで結婚式でそんなものを着なきゃいけないのよ。姑さんのこだわりがすごくてね。愛する息子の結婚式は私がプロデュースするのって聞かなくて、結局式場もドレスも何もかもお姑さんが決めたのよ。なんですって、姑のくせにそこまで結婚式に口出しするなんてありえない。なんでお姉ちゃんはそんなことを許したのよ。私だって許したくはなかったわよ。でもお姑さんは全然私の話を聞いてくれないし、私はマザコンだからお姑さんの味方ばかりだから、もういろいろと疲れちゃって諦めたんだよね。はあ、高橋さんってマザコンだったの？しかもお姑さんも息子の高橋は未だに出来合い、デートに誘ってもお姑さんの許可が必要でね、どこに行くかどんなことをするか事前に伝えなきゃいけないの。ちょっとでも帰りの時間が遅れたらとんでもなくお姑さんから怒られたことがあるわ。嘘でしょ。ちょっと大変だったけど、マザコンなところ以外はいい人なんだよね。高橋は優しいし、話も合うし、居心地も良くて、だから覚悟を決めて結婚することにしたの。結婚式もこれを機にお姑さんと打ち解けられればと思って従ったんだけど、やっぱりどう考えてもおかしいよね。染み付き中古のウェディングドレスなんて着たくないよね。どう考えても絶対におかしいわよ。こんな結婚式逆に恥ずかしいわ。挙式しない方がまだマシよ。やっぱりそうだよね。いやー、そんな結婚式と彼を直前でもらってくれてありがとね。恥ずかしくて惨めな思いをしなくて済んだわ。ふざけんじゃないわよ。まさか高橋さんがマザコンだったなんて。せっかくの結婚式はこんなダサい姑センスとか無理すぎるわ。無理だよ、もう結婚式当日だもの。頑張って染み付きドレスを着こなしてあげて。絶対似合うよ。こうなったらお姉ちゃんに高橋さんを返すわ。結婚式も全部返してあげるわよ。今更返却ですって？だってこんなの絶対にこれからも苦労するもん。私はただお姉ちゃんに悔しい思いをさせたかっただけだもん。それに高橋さんはそこそこ大きな会社勤めで稼ぎも良さそうだし、だから略奪してやっただけだもん。でも今更返されても私だって困るし。はあ、困るわけないでしょ。昨日捨てられたばっかりなんだから多少は未練もあるだろうし、むしろ復元できて嬉しいでしょ。染み付き中古ドレスはお姉ちゃんにお似合いよ。ごめんね、もう他の人と結婚したの。はあ、だから返却されても困るんだよね。私にはもう旦那さんがいるし。ちょっと待ちなさいよ。一体どういうこと？結婚したところって、高橋さん以外の男の人と結婚したの？え、そうよ。昨日役所で婚姻届を受理してもらったわ。はあ、しかも昨日。まさか最初から私を押し付けるつもりになったの？マザコン婚約者に嫌気がさして浮気していたんだ。あのいい子ちゃんのお姉ちゃんが浮気して妹に押し付けて結婚したんだ。違うわよ、私は浮気なんかしていないわ。つい昨日告白されて、せっかくだから結婚することにしただけよ。はあ、余計に意味がわからないんですけど。昨日エリから高橋の略奪宣言をされたでしょ。それに結婚式も奪われることになって、大当てで私の招待客みんなに事情を説明したの。妹に略奪されたので明日は欠席してくださいってね。そしたら招待客の一人が職場の同僚男性が私に告白してくれたのよ。職場の同僚ですって？とても仕事ができる人で聞き上手なの。私には男友達もいないから貴重な相談相手でね。高橋のことについても何度も相談していたんだ。男性はこれぐらい母親思いなのが普通なのかとか。まさかその相談に乗っているうちに愛が芽生えた的な。同僚とかお姉ちゃんに片思いしちゃったっていうわけ？ちょっと照れちゃうけど、そうみたいね。婚約破棄と結婚式中止を伝えたら告白してくれたの。実はずっとあなたのことが好きでした。もしよかったら付き合ってくださいってね。そこからどうして即日入籍の話になるのよ。さすがにそんなのおかしいわ。実は彼今月いっぱいで退職するのよ。会社を起業したお友達に誘われたみたいでね。告白を OK して付き合っても当分会える時間もないだろうし、だったらもう結婚しちゃおうかって冗談で言ったら、彼がぜひにって。それで本当に結婚？交際ゼロ日婚でやっちゃないよ。自分でもこんな形で結婚するなんてびっくりだわ。でも幸せになるからね。いやいや、ありえないでしょ。あんないい子ちゃんだったお姉ちゃんがこんな結婚。
完全な勢いだけで同僚男と結婚するなんて、入籍は勢いだけどノリで彼との結婚を決めたわけじゃないわ。彼となら結婚してもいいと心から思えたのよ。はあ？会社で毎日朝から晩まで一緒、下手すると恋人のたかしよりも一緒にいたのよ。でもその間彼と一緒にいて不快な気持ちになったこともないし、仕事もできて気遣い上手な素敵な人だってことも知っているし、だとしてもこんな結婚絶対にうまくいくわけないわ。交際ゼロ日で結婚なんてありえない。どうせすぐに離婚するんだから。もし離婚することになっても私は気にしないよ。結婚式前日に婚約破棄になるより恥ずかしいことはないし。それじゃあ私はどうしたらいいのよ。たかしさんは一体誰に押し付けたらいいのよ。もういっそこのまま結婚しちゃいなよ。エギのお姑さんと仲良くできるかもしれないわよ。あなたは昔からたかしを奪うぐらい魅力的なんだし、エギならたかしのマザコンを頑張って直せるかもね。それは確かに私には無理だったけど、エリのパワフルさならなんとかなるかも。じゃあまた後でね。少ししたら私も結婚式場に向かうから。エリ、結婚式を中止するって本当なの？さっき式場の子どころ連絡あったんだけど、やっぱりこんな結婚式中止は中止。私たかしさんに愛されてもいなかったのよ。新郎に愛されてもいないのにこんな中古ドレスでの結婚式なんてできないわよ。なんですって？せっかくお姉ちゃんから奪ったのに、私の方がお姉ちゃんよりも愛されていると思っていたのに。だから私ならマザコンも直せるかと思ったのに。むしろ私のことなんて好きじゃないって言われたんだけど、こんなのってひどすぎるよ。一体何があったのよ。結婚式直前にそんなこと言われるなんて。私がたかしさんに頼んだの、姑のお望み通りの結婚式をする代わりにマザコンを直してくれって。そしたら彼がいかに母親が大事なのか力説してきて、それで私、母親よりも愛する妻の方が何よりも大事でしょって聞いたの。そしたらお前なんか母さんいいか、なんだったら身がいいかだって。あら、結構ひどいことをズバリと言ったわね。スートミが私と結婚しろって言うから結婚しただけなんだって。本当は私のことを可愛いとか魅力的に思ったことなんて一度もないって。むしろ姉の婚約者を奪う下品女だって言われちゃった。そんなことまで言われちゃったんだ。私、略奪は自分の実力だって思っていたのに、私がお姉ちゃんにも可愛くて魅力的だから、だから高橋さんもすぐ私に夢中になってくれたと思ったのに、こんなのってひどいよ。略奪宣言なんかして課長怒っていた私が恥ずかしいじゃない。エリー、もう私のプライドはズタズタだよ。愛されてもいないのにこれからマザコン男と結婚生活なんて絶対に無理。それにいつの間にか同居の話も出ているし。え、そうなの？だから慌てて結婚式を中止にしたのよ。でも私の勝手な中止にしゅうとめは猛反発で、今すぐ結婚式あげろってうるさいの。今必死に控え室に逃げているんだけど、このままで引きずり出されるわ。だからお願い、今すぐ私をここから助け出して。はぁ？このままじゃ無理やり結婚させられるわ。だからお願い、かわいそうな妹を助けてよ。ごめんね、エギのことはかわいそうだとは思えないわ。それに略奪女とはもう関わりたくなるよね。え？エリが昔から私のことを嫌っているのは分かっていた。でもまさか婚約者を略奪するとは思わなかった。そんなに私が嫌いならお互いに距離を取ろうよ。もう二度と私に連絡してこないで。お願い、待って、今までのことは全部謝るから。だからお願い、見捨てないで。お互いに幸せになろうね。それじゃあ、たかしとお姑さんにもよろしく伝えておいてね。いるんだお前の妹は。こんなじゃじゃ馬だとは聞いていないぞ。どうしたのよ急に。そんなじゃじゃ馬となんか結婚したって話は聞いているわよ。振り回された結婚式場も大変だったでしょうね。こんなことになるなら結婚しなきゃよかった。入籍してすぐに離婚と慰謝料を要求されているんだぞ。しかも理不尽な結婚式で傷ついたからって弁護士まで立ててきた。周りにも勝手にいろんな話を広めて迷惑しているんだ。あれやだ、そんなことになっていたのね。愛のない結婚だったとか、でしゃばりな姑のせいで悲惨だったとか、勝手に悲劇のヒロイン気取りで話をあちこちに広めているんだ。そのせいで親戚中から避難の連絡が来ているんだぞ。それで母さんが倒れたんだぞ。俺の母さんは意外と繊細
私に言われても関係ないし、夫婦の問題は夫婦で解決してちょうだい。うるさい、こうなったらお前と結婚やり直す。だから今すぐ俺のところに戻ってこい。何ですって？目を覚ました母さんが俺に言ったんだ。バカ女を嫁にする計画は失敗だった。今すぐミカを呼び戻して結婚しろって。母さんがそう言ってるから結婚するぞ。ふざけんじゃないわよ。私はもう旦那さんがいるの。あなたと結婚なんてできないわ。なんだと？エリから何も聞いていないのね。結婚式前日にあなたに捨てられて、でもそんな私と結婚したいっていう人が現れてくれたの。だからそんな人と結婚したんだよね。嘘だろ。じゃあ俺との結婚はどうするんだ。母さんお前と結婚しろって言ってるんだぞ。どうもこうもないわ。あなたと復縁するつもりはないし、結婚も無理。そういうわけでお姑さんにも丁寧にお断りを伝えてちょうだい。そんな俺たちも結構長く付き合ってきただろう。なのに急に現れた男とすぐに結婚なんて。結構長く付き合ってきた女をあっさりしてたのはあなたでしょ。それじゃあね。エリーに対抗してタカシたちも、あの嫁は姉から婚約者を奪ったんだ。みんなが味方するような価値なんてないぞと略奪婚であることを自ら暴露。そして離婚調停にまで話が進んでいるようですが、お互いが慰謝料を請求したす泥沼劇場へ。これにはエリーの話を鵜呑みにしていた人たちも、なんだかどっちもどっちだねと少しずつ離れていき、もう二人の周りには友達も誰もいないんだとか。むしろ二人のおかげで私は妹に婚約者にも裏切られたかわいそうな姉として同情され、旦那さんと絶対に幸せになってねとご祝儀やお祝いのプレゼントが山のように届きました。皆さんのご期待に応えられるよう彼と幸せになりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。